秋篠宮家の長女眞子さんと結婚した小室圭さんがニューヨーク州の司法試験に3度目の挑戦で合格したことが分かった。2021年11月、小室眞子さん、圭さん夫妻が2人揃ってアメリカでの新生活を始めてから間もなく1年、小室圭さんの司法試験合格で2人のニューヨーク生活はどのように変化するのだろうか。21日午後、以前日本で勤務していた弁護士事務所の代表に電話をかけ、おかげさまで合格しました、ありがとうございますと試験に合格したことを報告したという小室さん。この一報を受け、ツイッターでは K さんの名前が瞬く間にトレンド入り、小室 K さん3回目で合格って普通にすごいと思う、小室さんおめでとう、眞子さんめっちゃ喜んでいるだろうな、などの祝福のコメントも投稿された。2021年10月26日、結婚会見に臨んだ小室さん夫妻。夫婦での海外生活は妻である眞子さんの強い希望だったという。小室眞子さん、2021年当時、K さんが将来計画していた留学を前倒しして、海外に拠点を作ってほしい、と私がお願いしました。小室さんは2021年7月と2022年2月に司法試験に挑戦したものの、いずれも不合格。4月の合格発表の際には、日本で勤務していた弁護士事務所の代表に電話をかけ、落ちました、と報告した上で、次回も頑張ります、と3度目の挑戦をする決意を伝えていた。ニューヨーク州の司法試験は400点満点で行われ、合格ラインは266点。7月の受験者数は9609人で、うち合格者は6350人と、全体の合格率は 66%。 このうち初めて受験した人は7999人で、合格率は 75% だった。一方、小室さんと同じ再挑戦組は1610人で、合格率は 23%。再受験者にとってこの司法試験は狭き門と言える。再受験者の合格率が低い要因について、ニューヨーク州の弁護士資格を持つ清原博士弁護士はこう指摘する。清原博士国際弁護士、すでに仕事を持って働きながら受験の勉強をされている方がほとんどですので、どうしても受験勉強の時間を確保することが難しくて、複数受験の方々が合格するのは難しいと言われています。 SNS でも、働きながらの勉強大変だったろうな、こういうの見ると刺激になる、とんでもないプレッシャーに打ち勝ってすごいと思う、という声が上がった小室さんの再受験。小室さんはニューヨークの大手法律事務所で法務助手として働きながら勉強を続けてきたが、最近になって職場のプロフィール紹介のページに合格を予感させるある変化も。以前はなかった顔写真の欄に髪を後ろで束ね、紺のジャケット姿で微笑む K さんの写真が掲載されたのだ。